市川段十郎の竹抜五郎役者絵は、江戸時代から明治時代にかけ、描かれた浮世絵の様式の一つである。役者絵とは、歌舞伎役者や舞台そのもの、書き割り、大道具、小道具、歌舞伎を楽しむ人々などを描いた浮世絵を指す。その量は、浮世絵の中で美人画と匹敵するほど膨大なものである。演劇の歴史は古く、庶民の娯楽、芸術として、 時代が経つにつれて、種類、領域も増えていき、その内容も高まっていった。この間の変遷を近世において追い求めようとすれば、役者へは貴重な資料である。舞台姿を、主に楽屋や街頭、家庭内などにおける日常の姿も扱われた。また、役者が没した時に売り出された、知恵も見逃せない。特定の役者をモデルとした例は すでに漢文年間の頃の肉筆が、いわゆる漢文美人図の中に認められるが、浮世絵版画が定着する、原禄年間以降、美人画と並ぶ重要な分野として、独立、発展を見る。役者尉専門の流派としては、鳥居派が起こり、氷炭足、ミ,ミズ病という独特の様式を踏襲して、歌舞伎の絵看板などにおいて現代まで続いている。 三代目、大谷大にじの江戸米音に出雲奥におを外する初期の歌舞伎は様々な屏風絵に描かれて現存している。浮世絵における芝絵も、ここを起源としており、これが版画に移行されて、しばらくの間は、もっぱら当時の有名スター中心が、作画対象で劇場全体図というのは好まれなかった。やがて、奥村正信、歌川豊春らの作による浮世絵として、 劇場全体の雰囲気が再現されるようになる。そして、その後、舞台そのものを描いた、鳥行世長が現れ、18世紀後半の頃から、写生的な描写が試みられるようになり、大道具、小道具にも、関心を抱いた、勝川春章、歌川報告、東州祭写楽、歌川国さらが、個性的な作風を競った。勝川春章や勝川春英。 さらに、歌川報告以降になると、見物の目の前に広がる舞台そのままを描くという、形式が一般的になってくる。また、勝川派の絵師、東洲祭写楽、歌川報告らは、絵師の好みや理想で勝手に、美男美女を描いて、役者名、役名をただ添えるのではなく、花高公司郎というあだ名のまま、写実的に描こうと努力した。また髪型にも、 江戸の浮世絵風が波及し、幕末には流行災女系らが活躍した。明治期には豊原国一家が生涯、新時代の役者絵を描き続け、大首絵、半身絵による三枚属、さらには役者半身一人を描くのみの三枚、続くというように、新しい工夫と画面の拡大、迫力を追い求めている。一方、役者を何かに見立てて、歴史故事、 一般風俗などの中に取り入れ、役者と遊女の船遊び、役者たちの自社モのでというモチーフも生まれ、買い手が、画中に描かれた人物が衣装などにつけている、門によって、これは、役者の誰々だと当てるといった楽しみも加わり、文化的な広がりを見せた。ありがとうございます。